ワザペ宇宙。どうも、ソウシです。はい、ということで本日はですね、まあ、気がつけばもう7月に入ったということでですね、まあ、2021年もこう上半期がね、もう終わったわけなんですけど、めちゃくちゃあっという間やったじゃないですか。まああっという間やったっていうのはね、まあ僕がまああっという間に感じたっていうだけなんですけど、まあ2021年に入ってからもですね、まあいろんなスニーカーを買ってきたわけですよ。まあただね、まあ今年に関してなんですけど、いつもの年に比べるとですね、まあちょっとスニーカー買ってる量が少なくてですね、まあその理由っていうのも、まああの、並びにあんまり行けてないっていうのもありますし、まあ、オンラインでなかなか買えてないし、ということで、まあ、今年はですね、まあ、ちょっと買ってるスニーカーの量っていうのは少ないんですけど、まあ、その中でですね、まあ、2021年の上半期に買って良かったスニーカーベスト3を紹介していきたいなと思います。でね、まあ、僕の買ってるスニーカーなんですけど、まあ、今年その現行でこう発売されたモデルと、あと古いモデルっていうのもあったりするんですよ。まあ、それこそデッドストックであったりとかっていうのもあるので、その現行で今年発売されたスニーカーで買って良かったベスト3とデッドストック過去リリースされたモデルですね。で買って良かったベスト3、その2つを紹介していきたいなと思います。なのでトータル6足ですね、紹介していきます。ぜひご覧いただいている皆様、この動画を見ながらですね、何がランクインしてくるのかっていうところもですね、ぜひ予想していただければなと思います。ということで、まずはですね、過去発売されたスニーカーで買って良かったスニーカーベスト3を紹介していきます。まあ過去のね、スニーカーっていうところもいろいろ買っております。ということで、まずは第3位ですね。まあこれはですね、まあ結構最近買ったモデルですね。ということで、まず箱なんですが、こちらですね。で、その中身なんですが、こちらでございます。2003年に発売されたナイキダンクローのベースボールパックでございます。まあ、先月6月に買ったスニーカーですね。まあ、こちらをですね、まあ、3位に、ま、入れた理由なんですけど、まあ、ご覧いただいてる皆様も分かってるかなと思うんですけど、めちゃくちゃ僕野球が好きなんですよ。で、これ以外にもですね、過去にエアフォースワンのベースボールパックであったりとかも買ったんですけど、このダンクのベースボールパックっていうのもずっと探してたんですよ。で、6月にですね、まあ、ワームに行ったタイミングでこれが入ってて、もう見つけた瞬間ですね、もう即買いでした。で、まあ、これの特徴としてはですね、その野球の公式ボールですね。まあ、こちらね、野球のボールがあるんですけど、この縫い目のところですねっていうところをこのスニーカーの横の、ステッチの部分ですねで表現していると、まあそういったモデルなんですよ。で、まあシューターのところにですね、こうバットをクロスしたようなロゴであったりとか、まあそのインソールの部分ですね、っていうところにもロゴが入ってたりとかっていうので、まあこれがですね、新品未使用の状態で、しかもタグ付きやったんですけど、まさかそんな状態で残ってるとは思ってなくて、で、あとですね、僕ってあんまりこう緑の服であったりとかスニーカーってあんまり買わないんですよ。ただもうこれを見つけた時に、あ、緑ちょっと取り入れようっていう気になりました。ちょっとね、これに関しては履きたいっていう気持ちもね、めちゃくちゃあるんですけど、ただね、まあなかなか見つかんないので、今結構履くのを躊躇してます。まあ、これはですね、もうこのまま綺麗に置いときたいなっていう気持ちもありますし、履きたいなっていう気持ちもありますし、まあちょっとその辺でね、ちょっと葛藤してます。で、このダンクのローカットのベースボールパックに関してはですね、ネイビーグレーのヤンキースカラーのモデルとかもあったりするんですよ。まあそれも欲しいですし、まあこれ自体もですね、このグリーンイエローの、このモデル自体もですね、もう一足見つけたら、また前サイで見つけたらもう一足買いたいし、それぐらいちょっと探してる一足です。で、あとエアフォースワンのね、そのベースボールパック、この同じようなね、ステッチのやつがあるんですけど、まあそれももう一足欲しい。まあこの2000年初期ぐらいにですね、出てるベースボールパックって僕めちゃめちゃかっこいいなと思ってるので、まあそのあたりね、またちょっと探していきたいなと思います。続きまして第2位ですね。これに関しても僕はずっと探してた一足です。ちょっとね、学生の頃の思い出のある一足ですね。まあそれがですね、こちらの、2000年代初期のジョーダンシリーズの箱で、その中身がですね、こちらでございます。ナイキニューレトロエアジョーダン1ローのバッシーレッドでございます。ま、これもですね、ワームで見つけて、もう即買いだったんですけど、っていうのもですね、これを入れた理由なんですけど、僕がですね、大学生の頃、大学1年生とかやったと思うんですけど、まあ、その時にですね、履いてたモデルなんですよ。その頃のあれがもうめちゃくちゃ懐かしくて、で、まずこのニューレトロの説明なんですけど、これ自体はですね、2002年にリリースされたモデルなんですよ。で、その当時で、そのジョーダン1って85年のモデルなんですけど、その当時の今の解釈、その2002年当時の解釈で再構築した、再構築って言ったらいいのかな、こう新しく、作り直したモデルです。まあ、このつま先の部分であったりとかね、ジョーダン1と全く同じなんですけど、まあ、この横側ですねっていうのにはもう数種がないんですよ。で、ウィングロゴっていうのがこう型押しされている感じになっています。
で、これはですね、2002年のモデルで、僕が持ってたのは2008年とかそれぐらいにリリースされたモデルなんですけど、まあ、カラーはほとんど一緒なんですけど、ジャンプマンロゴが入ってたりとか、微妙に違うモデルではあるんですけど、ただその当時の懐かしい記憶がね、やっぱり蘇ってくるし、まあ、当時に関してはもう全くスニーカーについてはもう詳しくも何でもなかったので、まあ、確かスポーツオーソリティでセールになってるやつを買った記憶なんですけど、まあ、最終的にはね、あのピザ屋でバイトしてたんですけど、そのバイト用のスニーカーになってもドロットロになったんですけど、めちゃくちゃ汚れて、まあ、あん時ほんまにちゃんと大事に履いときゃよかったなっていう風にめちゃくちゃ後悔してるんですけど、ただこう今になってね、こうワームで見つけれたことにめちゃくちゃ感謝してます。まあ、これ同じモデルがね、こう今出たとしてもね、こう人気が出るかどうかっていうのはね、ちょっとわかんないモデルですけど、やっぱり今になっても僕は全然かっこいいなと思うモデルなので、ちょっと復刻してほしいなっていう気持ちもあります。ただまあジョーダン1のね、まあ、シカゴで言うとこちらになるんですけど、まあ、全然違うよね。まあ、これはこれでね、もういつ復刻すんねんっていう感じではあるんですけど、まあ、これも復刻してほしいですし、こっちも復刻してほしいし。まあ、このニューレトロなんですけど、まあ、これ自体はね、2000年代初期じゃないですか。今この2021年で、その85年のエアジョーダン1をこう、再構築、再解釈でこう作り直したら、どんな感じになるんですかね。ちょっとそのあたりも気になりますよね。ということでね、まあ、過去に発売されて買ってよかったスニーカーベスト3の、1位ですね、を紹介するんですけど、これはですね、まあ、正直過去発売されたスニーカーに入れるか、まあ、今年発売されたスニーカーの方に入れてもよかったんですけど、ちょっとどっちに入れようか微妙なラインの、スニーカーです。まあ、それがですね、こちらなんですけど、その中身がこちらです。ナイキダンクロープロのコートパープルでございます。まあ、これはほんまに買ってよかった。まあ、こちらはですね、まあ、SB ダンクのモデルなんですけど、あの4月にですね、原宿にできたベースメントというお店にですね、あの初めて行かせていただきまして、まあ、そこであの動画を撮ったんですけど、まあ、その時に買った一足なんですよ。でね、これどっちに入れようか迷った理由なんですけど、これ自体が発売されたのって今年の1月1日なんですよ。ただ買ったのって4月に入ってからそのベースメントさんでプレネで買ったので、うわ、どっちにランキング入れたらいいのかなっていう風にちょっと迷って、ただまあ後々になってそのプレネで買ってるっていう理由で、まあ今回こっちに入れました。でまあこれ1位の理由なんですけど、まあカラー自体がね、もうずるいじゃないですか。この黒、白、パープル、っていうこの配色自体がですね、もうめちゃくちゃかっこよくて、もう結構履いてるんですよこれ。もうシンプルにこれはめちゃくちゃかっこいいし、めちゃくちゃ気に入って履いてるので、でしかもね、これボロボロになっても多分めちゃくちゃかっこいいなっていう一足だと思うんですよ。でこれが発売されたその1月1日の時ですね、あのウェブ抽選であったりとかっていうのは申し込んでたんですけど、外れたんですよ。でまあその時諦めてたんですけど、その4月ベースメントさんにその撮影に行ったタイミングでですね、まあこれあったんですよ。で実物を見た時にですね、もうめちゃくちゃかっこいいなと思って、うわどうしようかな、でもプレネやしな、どうしようってのも考えたんですけど、まあ多分買ったらめちゃくちゃ履くだろうなっていう風にはもう思ったので、その買う時に、だからもう買ったんですけど、もう全く後悔なんてないし、めちゃくちゃ満足してるんですよね。っていうので、まあこれはですね、まあシンプルにその配色、このカラーパターンですよねっていうところもいいし、まあダンクローで厚タンだしかっこいいし、しかもめちゃくちゃ気に入って履いてるしっていう一足なので、まあ1位にさせていただきました。まあほんまね、そろそろあのプレネじゃなくて、あの定価でね、あのちゃんと抽選でダンク変えてほしいなっていうところではあるんですけど、ただこれに関してはもうそれ以上にね、あの満足しているので、もう本当に買ってよかったなと。ということでね、まあ過去発売されて、買ってよかったスニーカーの、1位はですね、こちらのナイキ SB ダンクロープロの、コートパープルでございます。はい、ということでここからはですね、今年発売されたスニーカーで買ってよかったスニーカーベスト3の紹介です。まああの今年発売されたスニーカーで買えてるスニーカーって言ったらね、結構絞られるかなとは思うんですけど、ということでまずはですね、第3位なんですけど、これはコラボモデル、なんですけど、これまでね、いろんなコラボモデル出てるんですけど、そのコラボモデルの中でも今まで買ってなかったんですが、これはもうめちゃくちゃかっこいいと思って買った一足です。まあそれのね、箱がこちら、引き出しタイプの箱なんですが、まあ、これでわかるかな。その中身がですね、こちらスケプタコラボのナイキエアマックスエールウィンドウ5でございます。
でもこれ自体はですね、発売された時ですかね、普通にそのオープンしてちょっとしてからお店に買いに行ったのかな、確か。まあ発売された後もですね、まあ普通に買えたモデルではあるんですけど、まあ今までこのスケプタコラボっていろんなモデル出てるじゃないですか。で、それも全部スルーしてたんですけど、ただこれに関してはめちゃくちゃかっこいいなと。まあこのベースになってるね、そのエアマックステールウィンド5自体がその2000年初期ぐらいかな、2000年ぐらいだったかなっていうところなんですけど、そのあたりの年代のモデルって僕結構好きなんですよ。で、まあ今回ね、そのブルーのモデルで、まあスケプタコラボで出たと。で、数種のところがですね、まあシルバーになってて、まあアッパーのこのデザインですね。まあ青ベースになってるんですけど、ちょっと独々しい感じもあったりするじゃないですか。で、これがリリースされた後にですね、まあちょっと前なんですけど、赤のモデルもリリースされてるんですよ。で、個人的にはその赤もいいなと思ったんですけど、やっぱりこっちの青ベースの方が僕は好きで。まあこのエアマックステールウィンドウ5ってなんかデザインが2パターンあるんですよね。で、当時の雑誌であったりとかいろいろ調べていると、まあ両方出てくるんですけど、まあそのちょっとデザインが違う方のね、テールウィンドウ5っていうのは普通にリリースされてたりもするんですけど、こっち側の5は出てないんですよね、確か。まあでも僕はですね、そのスケプタコラボの中でもこれが群抜いて一番好きですね。まあエアマックスプラスであったりとか僕の好きなクキニであったりとかも共通している部分なんですけど、この、ラバーパーツって言ったらいいのかな、アッパーの。これがついてるモデルってなんか僕そそられるんですよね。エアマックステールウィンドウ5って2000年とかなので、まあそのクラシックなエアマックスシリーズの中でも、その90年代初期にその出たエアマックス90とか、そのあたりのクラシックなモデルよりかは新しいけど、今よりかはちょっとクラシックかなと。まあだから僕が中学校ぐらい、中学生ぐらいの年代ですかね。まあそのあたりに出たこのハイテクスニーカーっていうのは結構そそられます。なんかちょうどいいハイテク感なんですよね。まあ間違いなくこれに関してはね、万人受けするようなモデルではないんですけど、個人的には結構好きなアイテクです。今年発売されたスニーカーの第2位ですね。これに関してもコラボです。まあ言っておくと、まあ今年発売されたスニーカーのこのランキング3位の中は全部コラボモデルなんですけど、このコラボモデルはやっぱりちょっと縁があって当たったなーっていう一足です。まあそれがですね、こちらなんですが、箱でわかるかな？その中身がこちら。ステューシーコラボのナイキエアハラチのデザートオークでございます。来ました、ステューシーコラボ。まあ、去年からですね、ステューシーのコラボモデルに関しては、まあ、スピルドンケージであったりとか、クキニーであったりとか、フォースワンもそうなんですけど、応募したやつ全部当たってるんですよ。で、まあ、今年に入って一発目に出たステューシーコラボということで、まあ、これもね、申し込んだんですけど、まあ、2色リリースされてるんですけど、僕はこっちだけ申し込んでたんですよ。当たってくれたと。で、このハラチなんですけど、そのステューシーとナイキのね、歴代のコラボモデルのスニーカーをまとめて紹介した動画をね、出したかなって思うんですけど、まあ、その一発目に出た、モデルっていうのがハラチなんですよね。で、そのデザインをまた復刻という形になるのかな、っていうところなんですけど、まあ、当時のデザインのままこう、リリースさせたと。で、やっぱりその2000年初期に、そのステューシーとナイキが初めてコラボしたモデルっていうところもありますし、まあ、その時のデザインをそのまま復刻させてると、いうところでですね、まあ、当時の雰囲気っていうのも味わえるなと。まあステューシーも大好きですし、で、あとですね、ハラチ自体買うの初めてなんですよ。ハラチライトは持ってるんですけど、確か2015年前後ぐらいかななんですけど、ハラチがめちゃめちゃ流行った時期があるんですよね。大阪に住んでたんですけど、周りでも結構ハラチ履いてる子っていうのは結構いはって、で、その時なんですけど、どうしても被るのが嫌やったんですよ、その周りの人と。で、探したらそのハラチライトがあると。で、そのハラチライトの真っ白をね、こう探して買って履いてたんですけど、このハラチ自体はね、もうどうしても被るのが嫌で買ってなかったんですけど、もうほんまに買っときゃよかったなっていう風に思いました。なんせも履いてめちゃくちゃ軽いですし、このクッショニングですね、このミッドソールが結構柔らかいんですよ。で、履き心地もめちゃくちゃいいし。で、まあ今回ね、そのステューシーとのコラボモデルだし、まあなんせカラーも渋いですし、これは本当に買ってよかった。で、またこれのね、いいところなんですけど、まあステューシーとのコラボモデルなんですけど、当時ってそのステューシーとナイキのコラボというよりも、ステューシーの別注モデルっていうような形だったんですよね。で、今コラボモデルって、大体そのコラボした相手のそのブランドのロゴが入ってたりするんですけど、これステューシーのロゴ一切入ってないんですよ。またそういったところもちょっと良かったりするじゃないですか。そのパッと見ではわかんないっていうか、まあそういったところで、まあ好きなブランドとのコラボだし、これはちょっとランキングに入れるっすよね、やっぱり。まあまだ今後ね、
ね、ステューシーコラボがどんなモデルがね、こうリリースされるのかっていうところでね、まあ楽しみにしてるんですけど、まあ、ステューシーコラボね、今のところ変えてるので、また今後も変えてほしいなと思います。ということでね、まあ今年発売されたスニーカーで、買ってよかったスニーカー、まあ1位ですね。まあこちらなんですけど、ちょっとごめんなさい。2足まとめて紹介させてください。っていうのも、これに関してはね、まあちょっとどうしても2足セットじゃないといけない気がちょっとして、まあこれでちょっと何か分かりますかね。まあそれがですね、こちらです。こちらですよ。で、こちらですよ。はい、こちら。アンディフィーテッドナイキのですね、ダンクバーサスエアフォースワンパックでございます。まあその2足ですね。まあこれはもうちょっとパックなので、まあ2足一緒にしたいなということでごめんなさい。2足まとめました。まあ今年に入ってからですね、まあいろんなスニーカーね、まあリリースされておりまして、まあオンラインでね、こう外しまくってるんですけど、まあ奇跡的に当たったモデルですね。まあもしかしたらね、あの数が多かったっていう話も聞くので、買いやすかったのかなというところではあるんですけど、これは欲しかったので、もうなんせ買えてよかった。まあまだこれに関してはですね、買って外に行ってっていうことはしてないので、ほぼ履いてないんですけど、まあなんせ両方ともかっこいい。で、まあそれぞれね、簡単に紹介すると、まあ今回のこのコラボっていうのがですね、そのアンディとナイキのコラボで過去リリースされたモデルのデザインを落とし込んでるんですよ。で、その過去エアフォースワンでコラボしたデザインっていうのをダンクに落とし込んで、ダンクでコラボしたデザインっていうのをエアフォースワンに落とし込んで、まあそういう風にちょっと入れ替えてるようなデザインなんですよね。で、こっちのエアフォースワンに関しては、アンディが立ち上がった時にそのファミリー&フレンズで作った、ダンクのデザインを落とし込んでて、まあこっちの、モデルっていうのダンクの方はですね、2006年にリリースされたアンディコラボのエアフォースワンのデザインを落とし込んだモデルと。で、まあこっちのエアフォースワンの方に関してはですね、まあ今の季節というのもですね、まあどっちかというと秋冬ぐらいにね、出番が増えてくるかなっていうデザインではあるんですけど、まあ、なんせ渋すぎる実物見たら、まあ、もちろんね、あの写真で見てめちゃめちゃかっこいいと思って僕は欲しいと思ったんですけど、やっぱり実物見てもめちゃくちゃこれ渋いな、かっこいいなっていう風に感じたんですよ。で、こっちのダンクの方に関してはですね、もともとその2006年のエアフォースワンの方を欲しいなってずっと思ってたんですよ。で、ずっと欲しいなってリセールショップで見てたんですけど、ただいつも見るとですね、サイズがでかかったんですよね。で、それで買うの諦めてたんですけど、まあ、今回このダンクでリリースされるとってなったらやっぱり欲しかったデザインのモデルやし、まあやっぱり欲しくなるじゃないですか。で、しかも今回そのダンクバーサスエアフォースワンパックじゃないですか。で、両方リリースされたので、まあ買うからには両方欲しいなと。まあもちろん両方かっこいいし、そしたらまあ当たったということでテンション上がりましたね、これは。まあ今の夏場に関してはですね、どっちかというとダンクの方が出番は多くなるかなって思うんですけど、まあ両方ともね、多分めちゃくちゃ履くだろうなっていう一足なので、本当にこれは1位です。で、またこれ箱もね、これダンクバーサスエアフォースワンのこのロゴが入ってて、まあ、箱もかっこいいんですよね。まあだから今回のこのコラボに関してはスニーカー自体もかっこいいですし、箱もかっこいいし、でももうこれは文句なしで1位かなと僕の中で。でも歴代ね、そのアンディとナイキのコラボっていろんなモデルがね、リリースされてるんですけど、アンディコラボって結構渋いな、かっこいいなと思うモデルが多いんですよね。で、まあ今回のね、モデルっていうところもまあもちろんそうなんですけど、まあただやっぱりね、そのジョーダン4であったりとかダンク、そこに関してはね、どうしてもあの群抜いてかっこいいっていうところがあるので、まあそれはちょっと別格なんですけど、まあこの2足に関してはやっぱりトップクラスにかっこいいなと思っています。はい、ということで、まあ、今回はですね、2021年の上半期に買ってよかったスニーカー、過去発売されたスニーカーと今年発売されたスニーカーのそれぞれのベスト3を、紹介したんですけど、いかがだったでしょうか。今年発売されたスニーカーの方に関してはですね、まあ、1位がちょっと2足になってしまったので、まあ、トータル7足という形だったんですけど、予想ってできましたかね。まあ、いつもに比べるとですね、ちょっとお店の方に並びに行ったりとかができてないので、まあ、買えてるスニーカーっていうところがですね、ちょっと少ないなっていうところではあるんですけど、また今年の後半ですね、下半期も多分いろんなスニーカーがリリースされると思うので、ちょっとね、状況が落ち着いて、並びに行ける、ようになることを期待しています。ぜひね、ご覧いただいている皆様の今年買って良かったスニーカーのベスト3っていうところもですね、ぜひコメント欄に書き込んでいただければなと思います。まあでも今年も多分ダンクが多いかな。まあまた今後もですね、まあダンクであったりとかもリリースされるかなと思いますので、まあそのあたりもちょっと注目していきたいなと思います。まああと今回紹介したですね、スニーカーのそれぞれの、レビュー動画のリンクっていうところも概要欄に貼っておきますので、ぜひこちらもね、合わせてご覧いただければなと思います。はい、ということで本日は2021年の上半期、に買ってよかったスニーカー、過去発売されたスニーカーと今年発売されたスニーカー、それぞれのベスト3を紹介してみた、でした。
本日の動画が良ければ、ぜひグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。チャンネル登録などまだお済みでない方は、動画の最後に出てくる真ん中のアイコンをクリックするか、動画の下にですね、チャンネル登録用のボタンがございますので、こちらを押していただきまして、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また、Twitter や Instagram、そして有料コミュニティサイトのファニコンなどもやっておりますので、ぜひこちらの方もチェックよろしくお願いいたします。ということで、もう今年ですね、買ったスニーカーなんですけど、今のところですね、17足なんですよね。で、まあ、17足だけ聞いたらですね、まあ、普通の人からしたらめちゃめちゃ凍ってるやんっていう話だと思うんですけど、いつもに比べるとだいぶ少ないんですよね。まあ、本当にね、いつもであれば、多い月であればね、9足10足買ってる月もね、あったりしたので、まあ、それに比べるとだいぶ少ないなというところではあるんですけど、まあ、そろそろ抽選でね、まあ、ダンクとフォースワンがね、ハンディコラボのモデルは変えたので、変えることを期待します。っていうか、普通に並びに行きたい。もうだってかれこれいつですか、2020年のそのエアマックスデーですねに並びに行ったんですけど、それが多分並びに行ったの最後なんですよね。だからもうかれこれ丸1年ですか、並びに行けてないので、まあそろそろ行けるかな、どうだろう、ちょっと状況的にわかんない。まあ、また並びに行くようなことがあればですね、ちょっと並びに行って動画撮りたいなと思います。はい、ということでまた次回動画でお会いいたしましょう。 See you later、 バイバイ。